さて、それでは今回は、作品作りについてなんですけども、主には、YouTube がチャンネル登録者数1000人達成したのが、約1週間ちょっと前だと思うんですけども、そこからめちゃくちゃ走ってみました。で、今までは、夏ぐらいから YouTube ショートをわーっと載せて、とにかく見てくれっていうアピールをしてきて、こんな造形作家がいますっていうことをしてきたんです。で、じゃあ今度見てもらえるようになって、見てもらえるんじゃないな、登録してもらえるようになって、で、いざじゃあ見てもらえる動画なんやっていう風になって、編集動画に今度は、スイッチゆっくりしてきております。YouTube ショートももちろん続けながらね。で、編集動画はもう4年半、この夏までずっと編集動画でやってきてたんですけども、いざじゃあゲーム配信とそれぞれスタートしてみて、どうやというところで、あとあれかな、メンバーシップもスタートしたから、それ用のゲーム配信とかもやってみたり、とにかくもうまず打席に立ってみる、とりあえず投げてみる、とりあえず飛んでみるみたいなことをしてみました。やはり動き出してみて、満を持してやるっていうのが一番僕は、良くないというか、僕自身には合ってないなと思ってて、もうまず動いてみて、そこから考えようっていうふうに、思ってですね、とりあえずは片っ端からやってみて、がっつりと体調を崩しまして、スタイルを考えなければなって。で、これはもともとうちのチャンネル自体が抱えてた問題で、いろんなゲームを、様子伺う配信っていうのを一時期やってたんですけど、見てもらえなければ、造形作品を知ってもらうこと、見てもらうことがうちのチャンネルの大きな方針ですから、そうなってくるとゲーム配信と、もう見てもらえないゲーム配信をしても、自分の、その僕の目標とする造形作品を見てもらえるっていうところに行き着かないので、だからやっぱり何か見てもらえるものを探そうっていうようなフラフラとした配信をずっと4年半してきたんですけども、で、このスタイルを今後どうしていくかっていうところも一つなんですけど、ここに関しては僕はやっぱり4年半やって見つけれてないから、おそらくこれはまだまだ長い戦いになるなと思ってます。こう、自分と合った作品っていうかゲームね。で、そしてまたそれを見てくれる人たちが作品動画を見てくれてっていうところに行き着くのは少し時間がかかるのかなって。それをすっ飛ばせたのが YouTube ショートだったんですけど、今度また改めて編集動画で実況してそこからってなるとまた遠い道のりかなと思うんですけど、今回思ってんのはそこじゃなくて、作品作りの方がやっぱりちょっと今しんどいです。もう作れる時間がどうしても急激に減ってしまって、今までみたいなこう詰めて作るっていうことができなくなってしまったんです。で、これはね、この時間を確保するためにどんなことでもするつもりです、僕は。やっぱり命がけでその時間っていうのは大事にするべきだと思うし、だからできる限り作品を作る環境っていうのを確保していくつもりですけど、でも、やっぱりもう体のこともあるしね、今までだと大体2週間、自分自身が2週間あれば作れる作品っていうのを3日ぐらいで詰めて作ってました。で、僕は作品作りはとにかく速さだと思っているので、これね、言うとよく揉めるんですけど、クオリティは当然ありきの話で、速さっていうものが必ず付きまとうし、大事だと思っているので、早くいいものを作るっていうところを掲げているので、その一般的なスピードで1ヶ月ぐらいかかるものを僕は2週間ぐらいで作ってるかなと思うんです。で、それを、より、詰めて3日で作るっていうやり方を今まではしてきてたんですけども、今現状の時間の取り方って1週間に1回ぐらい制作時間を作れるか作れないかっていう状態になってしまってるんです。この2ヶ月間はね。だから、1週間に1回ガーッと詰めてやって、で、また1週間後にガーッと詰めて作って、で、1週間後にガーッと詰めて作って、はい、完成っていうことで、もうその作品自体の縁が切れてしまうような作り方になってて、で、やっぱりきついんです。その集中度合いっていうのがね、かなり厳しさがあって、で、体への負担っていうのも大きいので、で、これは、その、僕の場合は緻密さをこう自分の一つの売りとしてやってきてたので、で、それがより
完成度っていうものを考えるのであれば、やっぱり1ヶ月2ヶ月かけた方が僕の作品の緻密さっていうのはよりこう増してくると思うんですけど、もうそれは当面難しいなと思うし、で、そうなってくると今の状況で何をやるってなったら、いや、うまくこうその緻密さのバランスっていうものを、まあ僕の言い方で言うなら完全にクオリティを下げる、うん、もっとなんかうまく言い方があるのかもしれないけど、僕はクオリティを下げるってやり方をしないといけないのかなと思ってます。で、まあ絵で言うデフォルメ、僕はああいうのすごい好きなんですけど、まあデフォルメすることでかなりいろんな部分が、簡略化されてたりするんですけど、あれをうまく造形に持ち込めないかなと思ってます、僕自身のね。うん、なんかまあメリハリでもあるけども、造形をやる上で、うん、奥行きの表現っていうのがすごく難しくて、それを出すにはやっぱりそのデフォルメっていうのも一つ面白いのかなと。でここは明確に分かりにくいんですけど、今までみたいにその全部紙で作ってきたものに他の素材を入れたことで、ガッとうちはまあ伸びたかなと、僕自身の腕は上がったかなって思ってるんですけど、この次のねステップとして、やっぱり自分の体とうまく向き合いながら、僕は年齢の割には体弱いですからね。で、うん、でそこの価値観っていうものも、うん、一つあって、今それをすべきかどうかっていうところだと思うんです。こうよく先発ピッチャーとか野球で言うとね、こう一流のピッチャーになってくると手抜き始めるんですね。なんか省エネ投法とか、あのうまく9回まで投げきる投げ方みたいな。で出てきた新人のピッチャーはもう1回から全力で投げて、で先発を勝ち取っていくんですけど、今度勝ち取ったら9回投げれる体っていうことで、1、2回はちょっとこう軽めに投げたりとかね、でして、で、みんなここで打たれ出すんですよね。だからすごいピッチャーやのに、1、2回でちょっと失点して、9回2失点、3失点とかってなってて、でそれはやっぱり、こう、ワンシーズン投げ抜くためのやり方になっていってるんですけど、ここの、この度合いっていうのが、一つ間違えると、もうそこで終わってしまうから、僕自身もそのね、なんや、単なる手抜きの造形やんけってなって、クオリティどんどん落ちていったら、そこで意味がないので、まあ、それ、10代、20代の時に僕は相当、そのクオリティを上げることに重視してきたので、うん、今までの引き出しに、さらにもっと探して探してっていう、自分の脳にこう負荷かけて負荷かけて、もっとないかもっとないかって作り方をしてきたんですけど、もうあるものだと考えて、自分の引き出しの中で、作品作りをしてみようかなっていうふうにちょっと思ってます。やっぱり、うん、ここ難しいんですけどね。なんでそれを思ったかっていうと、もちろん、何やろう、2つあって、1つは YouTubeの収益化、数字に現れるようになってみて感じるのが、あの今日のあなたの頑張りこうですよみたいな、何円ですよって出ちゃうわけですよね。で、それが若ければ、若い YouTuber であれば、多分、毎日投稿とかだけじゃなくて、ライブ配信でね、毎日ライブ配信、結構僕の周りもいてはりますけど、もう6時間とか配信したりとかね、長時間配信して、それからたくさん動画撮影して、動画編集して載せてっていうような、もう自分の体を徹底的に酷使するやり方をすれば、あの YouTube ってそれなりに応えてくれると思います。その今までは僕は YouTube は全く投げても投げてもダメだって言ってきたけど、でもやっぱりあの一度はうちの場合は1000人の人が登録ボタンを押してくれてるので、サムネさえ良ければまたその人たちのところに登場する機会はあるし、動画さえ面白ければまた登場する機会はあるから、だからチャンスっていうものはすごく僕の場合広がったと思うんです。だからここでガッと頑張れたら、よりね動きは変わってくると思うんですけど、もちろんそれもやってみるつもりではいるんですけど、やる前に一応考えてるのは無理が出るやろうなと思ってます。だからその何やろうな、若さ勢いに任せて戦えたら一番いいんですけど、 YouTube の世界ってなんか学歴とかないじゃないですか。もちろん学歴売りにしてるチャンネルもあるかもしれないけど、基本的にはやっぱり本当に頭のいい子が残る世界だと思ってるんです、僕は。まあ技術がある、頭がいい、センスがいいとか、それぞれ売りはあると思うけど、まあ完全にアホではない動きはせなあかんなと思うんです。まあ35
豪のおっさんが朝まで毎日配信して成立させるっていうのは、まあ完全にアホやとは思うのでやってみても面白いですけどね。でもまあ、このやり方はちょっと選択肢としてできるだけ後に置いときたいなと思うんですけど、他でもう一つねポイントとして思ってるのが、今回僕まあちょっと一部他の仕事をせなあかんことがあって、一部っていうか 99.9% ぐらい他の仕事をしてたんですけど、それがまあ高齢の方とのやり取りがすごく多かったんですね。でやっぱりその年配の人は若い人とのズレっていうものをすごくこう、もう自分たちはダメだみたいなことを言わはるんですけど、でもそれがダメだなと思って僕は聞いてて、あの若い人とずれてるんじゃないんですよ。もっと手前の段階でおじさんおばさんともずれてるんですよね、おばあちゃんたちって。いやだからもっとみんなとずれてんねんけどなーって、だからそこのずれの修正ってすごく難しかったんですよ。これ難しいような話のすり合わせって思ってたんですけど、その僕はネットの世界に入れてもらえて、まあ、こうして YouTube チャンネルも、一つ自分の居場所を作らせてもらえて、そこではやっぱり平等というかプール状態というか、あんまり年齢って関係ないじゃないですか。年齢意識することってなくて、みんなと話、自分の趣味が合う人たちと集まるから、みんながバーサス好きでバーサスの話してとか、みんながトモチル好きでトモチルの話してとかだから、あんまり年齢差って感じないけど、でも突き詰めれば多分5歳10歳でも年齢差ってあると思うんですよ。でまあそれを気にできるのはまだ若いのかもしれないけど、あのなんだろう、まああんま今のね、今飲みに行くことって少ないですけど、それでもまあ若手と飲みに行くってなったら、やっぱ話合わせてくれる子とか話しやすい子と飲みに行くけど、ではその5歳差10歳差のその年齢差がなんていうのかな、ないのかっていうと、やっぱりそこにズレはあるから、ついついその合わせてくれる人と行くから、でズレてる人たちを見ないし、でそれはね、その若い人がズレてるわけじゃなくて僕らがズレてるわけだし、でね、その目上の人たちに対してもやっぱりこちら側が言葉遣いがおかしかったりとか、そういうものもあるし、ズレっていうものは細かくはやっぱりたくさんあるんですよね。でまあそれがそれぞれのなんていうのかな、居場所ではあるんだけれども、やっぱり僕の造形もずっと僕はこれだけを見てきたけども、やっぱりだんだんとそのズレっていうものはその僕と作品との間でもあるかもしれないし、でそれがその見る側の人との間にもあるかもしれないし、このあたりはあのやっぱり自分の体に合わせて、僕の今の体のバランスに合わせて、やっていかないと、やっぱり生き長くね、一生これはあのアピールしていきたいものだし、でよりそれを魅力のあるものにしようと思ったら、本当にカンカンに詰めて、ほら緻密でしょ緻密でしょっていうやり方で投げまくるんじゃなくて、まあそういう時もあってもいいと思うんですけど、やっぱりその緩急つけるようなものづくりとか、こうふと抜いた作り方っていうのは、こう気をつけないと、本当に気をつけないと、シンプルイズベストで作品作りするやつどうしようもないんですけど、ほんまにね、なんかあのセンスだけでいこうとする感じね、あれは良くないと思うんですけど、もう本当に詰めて詰めて頑張って頑張って考えて考えてのシンプルっていうものが僕は魅力があると思ってきてたんですけど、まあでもこのあたりはね、あのちょっとだらしない作品っていうのかな、その方が表現的には伝わりやすいのかな、伝わりやすいというか僕自身が落とし込みやすいかな、なんかちょっとだらしない作品であることも大事なのかなと思ってて、そのあたりをこれからはね、あのうまく表現できたらなと。まあ何しか石膏粘土しんどいですね、面白いけどね、これやり方が多分違うと思うんです。また今ちょっとあの鬼滅の作品を作ってるんですけど、デフォルメのね、やってるんですけど、また今度ちょっと細かく撮影してたので動画投稿しようと思うんですが、まあなんかあのやり方間違えたみたいですっごい時間かかってるんです。だからこのあたりもね、あのうまく自分自身の体に合った動きっていうものをやっていかなければいけないかなと思っております。いやー、体調崩したね、本当に。単純にこの半年ぐらいあんま喋ってなかったんですよ僕。
ゲーム配信もしてないし、ゲーム自体もフレンドさんともろくにしてないし、あんま喋る機会なかったんで、久しぶりにこう作品じゃないな、まあ動画投稿ですね、をバーッと連投して撮影したら、喉がやられてしまいまして、まあこのあたりはやっぱりこううまくね、コントロールしていかなあかんなし、まあ自分自身も把握してね、やらないといけないかなと思うので、なんでしょう、その登録者1000人になりました、わーって言うんじゃなくて、疲れるっていうね、思ってるのと違うところに行き着いてしまってるんですけども、うん、でも、やっぱり嬉しさがずっと残ってるこの間にね、自分なりのスタイルっていうものを一つ見つけていきたいなと思います。ということで長くなりましたが、今回は、だらしない作品をこれからは作りますよという、配信でした。ご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、古典の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。